景気交代の形状は、経済学者が景気交代の状況を言い表すときに使う用語。特に科学的な理論や分類の体系があるわけではなく、景気交代と回復を表す非正式な簡易表記に過ぎない。最もよく使われる表記は、V 字、U 字、W 字、L 字不況であり、折れ線グラフにおける経済データの形状を表している。この4種類は、 不況の他に回復を指すこともでき、その場合は V 字回復のように使う。アメリカの1953年不況は V 字不況である。実質国内総生産の前期からの増減1947年から2009年までの国内総生産増減率の平均出展。アメリカ合衆国経済分析局 V 字不況において、経済はまず短期間ながら急激な交代にあい、 続いて明らかな底を経て、勢いの強い回復の局面になる。V 字不況は、不況の最も一般的な形であり、回復の勢いとその前の景気交代の深刻さには、強い立ち直りの関係がある。そのため、景気交代と回復は、V 字型を取ることが多い。V 字不況の一例に、アメリカの1953年不況がある。1950年代の初め、 アメリカの経済は公共にあったが、連邦準備理事会がインフレを予想して、利上げをしたため、アメリカは不況に陥った。1953年に増長率が下げ始め、第3四半期には、経済が2.4%も収縮した。第4四半期には6.2%の収縮になり、翌年の第1四半期も2%の収縮であったが、第4四半期には8%の増長と、 不況前以上に回復した。この不況では国内総生産と国内総生産の増減率の両方が V 字型をしていた。アメリカの1973年の1975年、不況は有事不況とされる。実質国内総生産の前期からの増減1947年から2009年までの国内総生産増減率の平均出点 アメリカ合衆国経済分析局有事不況は、V 字不況より期間が長く、不況の底打ちもより明らかでない。国内総生産は、数四半期にわたって減少し、続いて、緩慢に増長に戻る。国際通貨基金の元チーフエコノミストの、サイモン・ジョンソンは、有事不況をバスタブに類比し、中に入る。止まる。バスタブの側面は滑る。 あなたは、舌がデコボコしていることは知っているが、長く経ってもバスタブの中から出てこない。と述べた。アメリカの1973年の1975年、不況は、有事不況の一例である。1973年の初め、経済は後退し、その後は収縮化低い成長率のまま2年近く経ち、1975年に、ようやく成長期に戻った。 アメリカの1980年代初期の不況は w 字不況とされることがある。実質国内総生産の前期からの増減1947年から2009年までの国内総生産増減率の平均出展。アメリカ合衆国経済分析局 w 字不況において、経済は後退に陥れた後、一旦成長に転じるが、短期間でまた後退に戻り、その後に、 ようやく成長に転じ、W 字のような、下、上、下、上の動きとなる。アメリカの1980年代初期の不況は、W 字不況とされており、全米経済研究所の定義では1980年代初期に不況が2回あったという。経済は1980年1月から7月まで不況に陥り、特に4月から6月までは、年率8%で収縮した。 続いて経済は成長期に入り、1981年1月から3月までは年率8.4%で成長した。しかし、ポール・ボルカーが議長を務めた連邦準備理事会がインフレ圧力策として利上げ断行した結果、経済は1981年7月から1982年11月まで再び収縮に陥った。その後、 1980年代末までおおむね成長期が続いた。L 字不況では、経済が厳しい不況の後も成長に転じず、停滞の状況が数年間、またはさらに長期間続く。折れ線グラフでは、成長率の急激な下落、または脱成長の後は、横ばいが続き、L の字のようになる。これは不景気の形のうち一番厳しいものであり。 時には失われた10年とも呼ばれる。日本はバブル景気の後、失われた10年に陥った。L 字不況の時期とされている。実質国内総生産の前年からの増減アベレージ GDP グロース1950、2000出展、ペンワールドテーブルズ、L 字不況は1990年に日本のバブル景気が崩壊した後に起こった。 第二次世界大戦終結から1980年代まで堅実に成長を続けた日本の経済だったが、1980年代以末に巨大な資産価格バブルが発生した。バブル崩壊の後、日本の経済はデフレーションに苦しみ、緩慢な成長が何年も続き、1950年から1990年までの高度成長期は二度と訪れなかった。 アメリカにおいても、アメリカの住宅バブルの後を2000年代末の不況が続いたため、経済学者の一部は、不況が終わっても長期間の低成長が続くのではないかと危惧した。上記の用語は正式なものではないため、評論家たちは時には、他の形を記述することもある。例えば、金融ブロガーのマイク・シェットロックは、 国が不況に陥ったり脱出したりする期間が3年から4年と長きにわたるという WW 受不況について記述した。投資家のジョージ・ソロスは2009年に当時のアメリカの不況を逆混合形と形容した。ソロスはロイターにその意味を底打ちして直後に少し上がるが、その後は V 字やそれに似た形で回復せず横ばいに落ち着くと説明した。 2000年代初期の不況の最中、ティエリ・マーティンというトレーダーは、ジム・クレーマーの thestreet.com で J 字回復なるものを提唱した。マーティンによると、J 字回復は楽天家だけのものであり、新しいハイテクな製品、または改善を示している、決算書の連続がその原動力となると述べた。なお、この J 字回復は、 J カーブ効果とは別のものである。ありがとうございます。